吉祥寺の、井の頭公園を歩いています、吉祥寺の井の頭公園は意外にカメラを持っている方が多いです。結構撮影するっていうのは結構楽しいところとかいい絵が撮れるんで、噴水なんかを撮るのもいいですし、噴水をバックに弁財天を撮ってました。弁財天さんは水のあるところにいらっしゃるので意外に、ポイントとしては高いですね。あとはちょっとあれですね、ここのお稲荷様が消失したままという、早く直してしればいいんですけどね。もう1年以上経ちますかね、消失してから。貨物が添えられておりますが、早く直ることを祈りしております。